彦七さん、これは一体どうしたことなんです？行商は町の団子屋で彦七と落ち合うと思わず尋ねました。いやあ、ちょっとした嘘をついたのです。自分はとある商家の小僧だが、先に帰った旦那から決して開けるなと100両入った袋を預かっている。新堀村に忘れ物を取りに行くのだけど、不安だから預かってくれないかと言って財布を預けようとしたんです。そこに行商さんがやってきて、財布を返してほしいという。もしこれを断れば、私が100両を預けるのをやめるかもしれない。10両と100両のどっちかを選ぶとなったので、かみつき屋は行商さんの10両を返して私の100両をくすねることにしたんですよ。なるほど。でもその100両は一体行商さんからいただいた袋に石を詰め込んで紐で縛っておいたものを渡したんです。でもそれじゃ袋や紐でも切られたらすぐにバレてしまいますよ。早く逃げないと。おまじないを書いた紙を入れておきましたから、しばらくは大丈夫ですよ。おまじない、出まかせの旦那の名前と一緒にこう書いてあるんです。小僧、開けるなと言ったのによくも開けたな。約束を破ったなら暇を出すぞとね。なるほど、旦那が彦七さんを試してたっていうことにしたんですね。連中は思わぬことに巻き込まれたわけですから、これをどうするかに気を取られてくれるはずです。なんなら紙付き屋に財布を取りに行ったら心よく返してもらえるかもしれません。中身を開けたのがわかるような細工付きでしょうけど、まあ私は旅の帰りの途中ですから、おいとまさせてもらいますけどね、と言って彦七は帰路につきました。さて、少しして行商の方も姿をくらませようとした時のことです。あ、ちょうどいいところにいたっす。なんと紙付き屋にいた使用人がこちらに向かってくるではありませんか。びっくりして動けなくなった行商の近くまで走ってくると、使用人はこう言いました。すんません、これと同じ袋売ってないっすか？ドットさん。